フリーク何使ってる？オレンジ色のやつだね。フリーク使うとね、早いんですよ、これが。エイムリングっていう、なんかゴムがあるんですけど、それ結構いいと思うんですけどね。感度何でやってる？そんなに気になるの？そんなに気になる？どうも皆さん、こんにちは。ボクシングです。今回は、ボクシング CH の感度についてお話ししていきたいと思います。それではね、確認しましょう。感度は8、0.8 ですね。建築感度は 1.3 となっております。スコープ、ターゲット覗いた時の感度は 0.2、下に行くと、まあチェーンはこれなしね。配信者モードでやってます。それとまあ確認しておきたいのは、皆さんね、大切長押し時間、これね、早すぎると少しでも丸押しちゃうとね、結構ね変な風になっちゃうんで、これは気をつけてください。そしてビルダープロの人はこれ絶対やった方がいい。そんな実験これね、どのような違いがあるかちょっと今検証していきましょう。まずですね、通常時の建築の速さ、こうですね、こうですね。そして、あ、何が危ないもん。そして、即時建築を使った時の建築の速さ。この差があるんですね。まあ少し出して引っ込めるってことはできないんです。お、なんかいる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 。ちょっとごめんね。はい、じゃあいます。あ、これダブルキルいっちゃうんじゃね、これ。あー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 、ダブルキルだよこれ、確実にね。あーあーあらー、ハラックバール、オーマイゴッドネス。オーシェット、いやー同じ運命になりそう、こいつらと。あいつ止めなきゃな。うわー、すごい混雑しております。オッケー、キッチー、アイガオガオガオ、ヒロミガオ、いるわ、赤ずきんちゃんが。はい、ございます。アイヤーイヤー、さあ、敵、あ、いた。
結構きついなこれ。うまいんだよな下の人。うわやば、なんかどっかから撃ってきたよ。うわ最悪。どこだ、山上か。回収してる。オッケそうでしょ。結構ローだぞ。ねえ。なるほど。あれあの人だったっけ。あ、いた。オーケーラスト。さあ14キロ目くらいできるか。できる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 。さあ一発入ったかな。集めてくる。いや当たんね。あエイムが GG してるこれ。消えた。ユーセイ。どこにいんだ。ここは。My goodness! GG 14キル。初見さん、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。GG ということで、どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。
Thank you.